簡単にしてくれてるんです。簡単にしてくれてるおかげで僕たちの今できるようになってる。じゃあ、あのちょっと変わったことぐらいだったら、うん、すぐにデザインのコーディングが必要なんですけど、それを一つじゃあ全く新しいデザインツールになっていきます。まずシンプルなこのカードスタイルをエディターの方で作ってみたいと思います。一番の左側にマージンっていう設定とカネグラができるんですが、ここでは